おお、ここにおったか。聞いておるぞ。今日という日は日頃の献身をねぎらうべく長身に菓子を賜す習わしであると。どうにもそなたは己の価値について無自覚な嫌いがある。その身にふさわしき待遇というものを身をもって思い知る好機であろう。恐れるか。よしよし、恐れ多い光栄であることを正しく理解しておるな。ならばいたずらにもったいをつけることもあるまい。ほれ、受け取れ。練炭による霊薬だ。真にまつわるこの辺の逸話については反人類史においても違いはないはず。知っておろう。ああ、無論水銀とか入れた失敗作ではない。衛星神が不掃除の神秘を手にした上で調合した正真正銘の本物だ。まあ一旦サイバーウカ昇天を果たした上で新人躯体を合成したチンにはついぞ飲む理由もなくなってしまったのでな。せっかくならまだ上妙の身のものに飲ませてやった方がいい。さてどうかな。何せ臨床実験はしたことがない。誰かで構わず不滅を与えてやるわけにもいかぬゆえ、本来ならばその薬は焼き捨てて滅却するのが道理である。だが特別に真と並び立つにふさわしきものと見込めばこそそなたの手に委ねようというのだ。まあ水銀と変わらず有害かもしれんが、そこはそれ。そなたにはあの盾の娘の加護があるゆえ、毒は効かぬ体であるそうだし、むしろ本当に効いた場合を鑑みた上で口に運ぶべきであろうな。真と共に永遠を生きる無限の宝悦と栄華を約束しよう。だが同時にひとたび手放した死滅の安堵は二度と取り戻すことはあたわぬ。その重圧に己の精神が耐えうるか否か。まあそうだな、千女あたりに相談してから決めるのでも遅くはないぞ。心して選べ。民にしてひとたるものよ。そう、選ぶという行いにこそ人のひとたる神髄がある。真の他にその重みを知る者がいる世界。まっこと今日が絶えぬわな。